おはようございます。今日はですね、ブルーカレント Q3TZ のオールレンジですねを使用して、ちょっと今ベイトが結構差してる天草東海岸ですねに来てみました。で、まあ9センチクラスから、まあ、12センチクラスとかのミノーメインに、あとジグとか使って、まあ、クロダイ、シーバス、あとあわよくば、まあ、マダイとか青物なんかをちょっと狙ってみたいと思います。じゃあちょっと頑張ってみます。よろしくお願いします。良くなってきたけどな、だいぶ潮切ってきたね。やばいね。割れよるね。わ、やるよね。マダイだね。あー、当たった今。あー、くそ。手前まで落ちてきたね。この壁に追い詰めてガンってくる感じだったね。うん。来たよ。おお。これは本命かも。赤いのが見えた。強いね。よいしょ。よし。わあ、いいサイズ。
待ち待ち、なんとかイーマダイが釣れてくれました。よかった。ロッドの方が、ご紹介させていただいた Q3TZ なのですね、ブルーカレントオールレンジです。で、まあ、9センチクラスの約10センチですね、ミノーが使いました。でラインは P15 で、まあ、リーダーが、フロロの6号を入れてます。はい、まあ、結構さっきベイトが追われてたんで、もしかしたらと思ってチェックしてみたら食ってくれましたね。地形的にも結構取りやすい感じなんで、まあ、それにだいぶ助けられた面もあります。よかったです、ありがとうございます。いい、まあ、結構ロッドもあのしっかり曲がってタメが効いて、まあ、曲がり込んでも芯がある感じですよね。安心して曲がり込んで、まあ、魚も逆にそれで寄せやすいというのと、リールも巻きやすいというのもありますね。曲がり込んでこのバットの復元というのがしっかり、このナノブランクの特性ってやつですかね、生きてくると思うんで、こういう使い方もあります。ぜひ試してみてください。ありがとうございます。よいしょ、綺麗なマダイですね。尻尾もやっぱ大きい、やっぱ引くはずです。よし、だいぶ回復したんで、よし逃がしてみますかね。よし、ありがとう。無事帰っていった。オッケー、ありがとうございました。次またちょっとサイズアップあわよくばできればと、ちょっと頑張ってみます。服がすごいことになりましたね、一撃で。顎の力がすごい強いですね、マダイ。噛む力がもう、新品買えてきたんですよね。一撃です。いやでも取れてよかった。だいぶベイトに鳥がつき始めましたね。潮がだいぶ浮き出すと、ああいう風にベイトが浮き上がってきて、まあ、それにあの鳥がついたりとか、まあ、たまにああいうのにマダイだったり青物がついたりするんでですね、あの辺とか重点的に狙うと釣れることはよくありましたね。なのでちょっと狙ってみます。まあ、ちょっといきなり奥まで立ち込まず、まず手前から探っていきますね。さっきよりもだいぶ潮が効いてきましたね。出たね、あれマダイだ、マダイだったね。よし、ジグで食うかな。ああいう時ってなんか結構何匹か群れになって 3,4 匹ぐらいの塊でブワーッと追い回してるのは何回か目撃したことありますね。なのでまあこの辺り回遊まだしてる感じですよね。したらお手前におるね、前におるよ。何匹かおるよ。よいしょ、タイだねあれ。あー今ルアーついたな。結構浅いとこ入ってきてます。
かり粘るからですね。こうやって魚が必要以上に暴れないっていうのが特徴ですよね、この Q3TZ。こうためをしっかり作って、こうためて巻けるときに巻いてくるっていう感じ。まあ、シーバスとかも結構ちっちゃいプラグ使ったりとか、ちょっとライト目に狙う時とかも活躍しますね。よし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 、よし、2枚目来ましたね。結構浅いところでボイルが始まったんで、裏もちょっとシャロー系の9センチクラスのミノーに変えてなんとかヒットしました。いや、よかった。まあ、結構ショアマダイ楽しいターゲットですね。よし、ありがとうございます。じゃあ逃がしたいと思います。だいぶ蘇生して元気になったかな。よし、行け。よし、元気だ。よし、ありがとう。うん。あ、結構潮も効いとるね。これシャロー結構チヌが入ってるんで、まあ、こう身をちょっと流す感じですよね、流れに乗せて。でちょっと探ってみます。お、当たった当たった今。死ぬっぽいね。こういうシャローが好きなんですよね、チヌ。でこう流れてくるベイトを待ってるようなイメージですよね。今の時期チヌも結構のっこみ前でウェイトが乗ってそこそこ重量感ある引きするんで面白いですもんね。投げるコースをちょっとずつずらしながら、うん、右から左で、でまあターンさせる位置をなんかずらしていくような感じでトレースするラインを変えていくような感じですよね。まあ、結構シーバスとか流れの釣りでは有効かなっていうのは思ってますね。まあ、川とか瀬戸とかで釣るときと一緒で、あんまりむやみに立ち込まずに最初は手前にいるのを狙っていきますね。結構まだ地沿いにいたりとか、チヌもですけど、してるんで、最初からジャバジャバ行くと、まあ、その時点でポイントを潰すっていう場合もたまにはあるんで、まあ、念のため、ちょっと離れた位置から狙ってます。何回かルア通せばもうある程度は、ちょっと進めていいと思いますね。あ、ふっかずれたね、一本。
もうだいぶ手前で食いましたね。おっしょっしょっしょ。おー、チヌ。おー、のっこみチヌの丸々してますね。うわ、フロットの方が、ブルーカレント 93TZ なのですね、オルレンジです。はい、ありがとうございます。いや、朝釣れてそれから全然釣れなくて、やっとチヌが釣れました。いや、よかった。でも結構な距離歩いてきましたけどね、なかなか雨の影響なのか、ちょっとなかなか魚を出せず、ようやくチヌがそんな中来てくれました。よし、だいぶ回復したんで逃がします。よし、ありがとう。よし、来ました。ありがとうございます。お疲れ様でした。今日一日朝から、まあ今朝6時半からですかね、実況開始したのが。それからまあ今5時です、まあ、1日通してちょっとやってみましたけど、まあ、今日ずっとこれで通してずっとマダイだったりアモノとかいろいろ狙ってみましたね、はい、で使用したルアーがですね、この辺りですね、9センチのミノーから、まあ、ミノーは12センチぐらいまで目安で、とあと小さいバイブレーションとジグとスピンテール、この辺りですねをメインで使ってみました。まあ、とにかく軽いんで1日振り続けてすごい楽っていうので自分はちょっと使ってますね。あと、まあかかった時にしっかり曲がるんで、逆になんか魚が暴れずに寄ってくるっていう印象がありますね、すごい。なのでまあ安心してまあ使ってます。まあ本当コンセプト通り何でもロッドなのでですね、もう皆さんの本当スタイルに合わせていただいて、いろいろ使っていただくのが本当一番のロッドですので、まあ、ぜひ参考になれば幸いです。はい、ありがとうございました。